回と違って変わったところがあるということだと思うんですけど、ヨットさんで作ってもらって、数すごいですね、頑張ってここ、めちゃめちゃいっぱい、どこがどこかとか分からなくならない、ややこしくてあれなんですよね、はい、ジェットラ TV をご覧の皆さん、こんにちは、明石焼つぐみです。今日はジェット鈴鹿店に来ております。ということで、あなたのトラック見せてくださいということで、早速やっていきたいと思います。こちらです。こんにちは。こんにちは。お名前をお伺いしていいですか。はい、岸野圭介です。よろしくお願いします。以前にも出ていただいたことありますよね。はい、今回もちょっと前回と違って変わったところがあるということだと思うんですけど、まずここが多分前回と違ったところだと思うんですけど、ジェットさんで作ってもらって、そうだったんですね。いろいろ相談しながら。なるほど、はい。個数すごいですね。そうですね。この部分は全部で何個ぐらい？そこがこの黄色の部分だけでも70発ぐらい。70。この上のマンフラー。上も50発ぐらいだった。うわあ、すごい。もう一個一個お一人でやった。あ、家族みんなで。あ、家族みんなで共同で。はい、どのぐらい、あの日にちというか、2、3日。あ、2、3日。はい、めちゃめちゃいっぱい。これでもどこがどこかとか分からなくならないですか。そうですね、ややこしくてあれなんですけど。ですよね、はい、これはあの LED。 あ、今は、はい、これ全部 LED なんですけど、まあ、本当は9がいいんですけど、まあ、その寿命とあとバッテリーが、うん、あ、その加減のこともありますよね。はい、え、なんでここにこうしようかなって、こうキャビン周りがちょっと寂しいかなと思って。あ、なるほど。え、でもこれ聞いてもいいんだったら、費用どれぐらいかかってますか。まあ費用はまあぼちぼちな。あ、おじゃない。ぼちぼちな感じだ。なるほど。あ、ここの下にもついてたんですね。あ、そうです。角マーカー。上もでもね、こっちに負けず劣らず、こっちもかなり、なんかちょうど上のところとこの下合わせてこう。はい、丸っぽい感じになると思う。あ、はい、なんかそれはこだわられてる。あ、そうですね、上がアーチでこう丸かったので、うんうん、下にもこう丸のこのアーチを入れた、この部分ですよね、はい、あ、星好きですか。あ、そうですね、はい。これもでも周りのやつ なんていうんですか、このなんか星だけがポンってんじゃなくて、この、あ、多分リング、あ、別でつけられる。あ、別で、はい。これはちなみに稼働してるやつですか。あ、なります。あ、なります。お願いします。はい、結構すごい音ですね。そうな音量で、はい、いや、そうですね。これはちなみにこれ多分ね、ディーゼルっていう意味だと思うんですよ。あ、そういう意味で、もともとそれはついてる。あ、もともとついてました。なんか開けさせてもらって見せたいいですか。はい、お邪魔します。いっぱい物乗ってますけど。あ、いいですか。なんかいろいろ見てきたやつの中、私が知ってる限りでだと、なんかすごいシックな感じって言ったらいいですかね。まあ、そうです、古いんで多分シートとかもあえてこれはこの状態で。あ、そうそう、オリジナルのままでしてるんですよね。はい、今これ自体が、何年式のものになるってことですか。これは昭和53年式です。ということは40年ぐらい前の。40年ぐらい、はい、それにちょっとなんか こだわった理由みたいなのありますか。キャビンの形が今の車にはないのでいいなと思って。はい、このシート自体もそのままのそのままですよね。はい、これキープするなんかお手入れとかもしてます。あ、たまにこの、うん、ここにワックスという、そのシート用のワックス塗ったり、うん、あ、やっぱり、うん、で止めてるときはこう遮るのに全部遮断して、うん、あ、できる気がサンシェードとか入れて当たらないように、うん、はい、どうしたん、作ったんですか。シャンデリアは買ってつけました。あ、買ってつけたんですね。はい、綺麗ですね。ちょっと乗ったりとかもしてはいいですか。いいですよ、大丈夫です。狭いですよ。ここ皆さん持って、はい、乗ってます。ここ持ってます。あ、ここ皆さん見えてなかった。お邪魔します。よいしょ。あ、すごい。あ、こんな感じの視界になるんですね。そうです。これちなみになんですけど、これ回さないと、これはそうです、手動でですよね。これなかなかちょっと今見ようと思ったら、ちょっと皆さんもブイーンってね。あ、そうですね、電動だと思うんで、回してもいいですか。あ、大丈夫ですよ。え、どっち回して、はい、あ、おー、す
ください。そしたらエアコンとかはどうなってるんですか。そういうのはないですね。エアコンはないです。これからの暑さはどうやってしのぐ予定ですか。そこが空いてます。え、なんですか。この暑さはもうそこを開けてしのぐしかないんです。あ、ここですか。そこから風外気入れて。本当やすごい。この辺とかはこれ何なんですか。これは一番上がラジオです、ね、あ、これ稼働してますね。いや、今は分かんないです。これはつけて過ごすことはないですね。ないこれはどうなんですか。そこは冬場はあの暖かい風が出るんですよ。あ、冬場はそうです、いけるんですけど夏場はダメなんです。ダメなんですね、はい、それの切り替えのスイッチです、ね、あ、へえ。いや、でも夏これからが一番。そうですね。ねえ、いや、窓全開って言ってもやっぱりめちゃくちゃ暑いです。車内の温度は暑いですもんね、はい。でもシートの座り心地がなんか思ってる以上に、はい、あのしっかりしてて、びっくりしました。やっぱりそれだけの長い年月が経ってるって思ったらもっと沈むかなって思ったんですけど、はい、意外としっかりだったのでびっくりしました。ありがとうございます。よいしょ。でも閉めるんちょっと勇気がいりますね。はい、全然で、はい、これ閉まってます。ハンドルです。え、それだけ言っても大丈夫。結構強めに締めないとグラッて反動がなくて。ここも黄色のマーカーで、あ、ここも黄色のマーカーで、マーカーで、はい、これはなんかこういう風な柄にあえてしてるんですか。あ、そうです、出口だけ今ウロコで。あ、そうなんですね。はい、元々は違ってた。元々ははい、違うんですけど、そこにウロコのカバーをかぶせてます。こっちも今ね、そうです、ウロコで。あ、ここもですよね。そうです。へえ。ちなみにこう音聞かせてもらうと。あ、大丈夫です、はい。おお、すごい、すごい、ナイスサウンドです。かっこいい。ここにしてるのはやっぱりそこが好きで。あ、そうですね、こうウロコを合わせようか、合わせようってこと、はい、あ、なるほど。ちょっと統一感出すためにってことですよね。はい、これ上はこれ どうなってるんですか。この部分に関してはなんかパタンって。あ、そうです、倒れてきます。あ、普段はもう上に上げてる状態で。まま、はい、今更なんですけど仕事。あ、仕事はしてないです。あ、これは趣味じゃん。ここはあえて赤にしたんですか。あ、そうです、あえて赤と白で、シャーシの色と。あ、なるほど。あ、それで、あ、それでここもちょっと赤でとか。そうですね、これはこれと合わせて。あ、じゃあちょっとこっちの方に行きましょう。わー、すごい。全然なんか雰囲気がシンプルからちょっとボンって変わるので。この絵自体はこれは何になるんですか。あ、これはあの滋賀県の大津絵をモチーフに描いてもらいました。それはなんかこう何かを見てこれにしようかなとかってなったんですか。あ、地元が滋賀県やったんで、うんうん、なんかそれにこうまつわるものがいいなと思って大津絵に。へえ、はい、これはあ、これ純正のテールランプなんですよ。 あ、はい、あえて純正にしてます。これは何なんですか。これはどうなってるんですか。そこはこの電気を入れて光らせようかなって計画してます。あ、計画中。あ、これからまた照らそうかなって。照らそうかなって、はい、宣伝カーです。なるほど、はい、すごい。あー、はい、すごい。え、これってタオル、うん、タオルです。 UV カットしたやつを貼ってもらう。わー、
え、これいいんですか私。どうぞどうぞ、はい、どうぞどうぞ。こちらもしよかったら受け取ってください。 ありがとうございます。ありがとうございました。今日の動画は以上です。チャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でもお会いしましょう。さよなら。